はい、じゃあ前リハーサルってことで、スカイロブ、みなさんこんにちは、こんにちは、スカイロブ、みんな違うことです言ってること違うじゃないか、こっちはポップですはい、みなさんこんにちは、こんにちは、長野インターネット放送局と申します。はい、よろしくお願いします。今ごちゃまぜというカフェに今来ておりますけども、はい、自己紹介お願いいたします。はい、ハッピースポットクラブというボランティア団体の代表をしています高山さやかです。高山さん、はい、こんにちは。じゃあたくさん今仲間が集まってきてくれてるので、じゃあ自己紹介、みんな一言お願いします。はい、ハッピースポットクラブで、副代表をしています、はい、吉本です。違う、ね、よろしくお願いします。はい、いつも何を担当してるんですか。いつも駒使いです、はいはい、はい、後ろの方は私これなんて言えばいいんだろうね。言ってるからまだ吉本です。ねえ、さやかさん、私これなんて言えばいいの。いや、もういつも来てるあのイベントに参加します、さやかです。あ、そうだね、名字だけでもいいし、本当の名前じゃなくても全然。本当の名前じゃなくてなんだそれ。はい、じゃあ行きます。はい、こちらから、こんにちは、こんにちは言うことねはい、じゃあお名前、いつもこう来られる常連客ということでもない。今日はたまたま、入部来てます。数年前からハッピースポットクラブさんで、はい、ハッピースポットクラブさんをこき使ってます。なるほどなるほど。こき使ってる石坂です。石坂さんですね。はい、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ハッピースポットクラブの清水と申します。清水さん。はい。清水様はどんなことされてるんでしょうか。カフェの方で、はい、雑用担当と、うん、雑用とあと、ボディメディカルセンター、はい、ポップというところで、はいはいはい、手術を、はい、しています。雑用ら何やらいろいろやってるわけですね。何やら、はい、はい、はい、こちらはどうでしょうか。通りすがりの運転手。佐久野藤丸と申します。小島さん。通りすがりの、通りすがりの佐久野小島と申します。通りすがりの常連客でしょ。そうですね常連客、もう常連客ができちゃったんですね。もうさやかさんの方にね、なんかあの、はい、足を引っ張られながらここへ向かって、はい、どういうわけだかここへ向かってきちゃうんですね。おかしいな、おかしいね何かのご縁だと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんなご縁かよくわかんないはい、じゃあ代表の、あのられたご縁で、これ撮ってないんですよねこれ撮ってるんですか。一応カメラ回してます。あ、そうなんだ。おい。というわけで実は回してましたけど、はい、早速ですけど、お茶混ぜ、はい、それから何かイベントの告知もあるということなので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごちゃ混ぜカフェは、はい、先月の5月21日にオープンして、今みんなでこうやって集まってきてるんですけど、はいはいはい、実はこんな仲間たちと一緒に、今月、はい、今週、6月19日に、もうすぐですね、はい、ハピスポ広場2016って言いまして、はい、ビッグハットでイベントを開催しますなるほど、みんなチラシを持っていただいておりますね、はい、そこではどんなことされるんでしょうか。障害を持っている人もお年寄りも、はい、一般の方たちも子どもたちも年齢にもかかわらず、みんなで仲良しになっていこうっていう体感型福祉イベントです。ピロピロキーポイントというか、障害者というような言葉が出ましたけど、その辺のところはどうでしょうか。ですね、障害だけにかかわらず、こう福祉っていうものを一つに考えて外に発信していってるんですけど、当日は、はい、障害を持っている方たちが自分の生きづらくて楽しい人生を叫ぶ生きづらさ自慢、うん、なるほどなるほど、あとなんか面白いですね。そうですね、あと70歳以上のお年寄りが、ステージの上でプロの美容師さんたちによるヘアメイクで輝く、はい、シニアーズファッションショー、はいはい、そんなことが行われます。なんか盛りだくさんっていう感じがしますけども、はい、もう今年で何年ぐらいになるんですか。6年目になります。6年っていうと毎年1回ですか。毎年1回だけやってるんですけど、かなり長いかと思うんですけども。そうですね、最初はどんな感じで作られたんですか。最初は自分が介護士として、はい、介護の仕事をして施設で、はい、仕事を、あ、今実はこのカフェをオープンして2ヶ月前に辞めてここに専念しています。
じゃあそこに何かいろんな期待というか夢がこもっているような気がするんですけど。そうですね、あの、自分が介護の仕事しながらやっぱり皆さんから教えてもらったこととか学んだこととか笑顔とかいろんなことを織り交ぜたハピスポ広場なんですけど、最初は本当に30人ぐらいしか集まらなかった小さなイベントが、はい、今去年は3000人以上集まる100倍の方が来てくれるようになりました。1日だけですよね。そうです、1日だけの開催なんですけど、はい、はい、素晴らしいですね。そうですね、まあ、そういったあの目的に皆さん賛同された方が、たくさん集まってきてくれてると思うんですけども、はい、高山さんとは今後どんなふうにこうその会をイベントをしていきたいと思うんでしょうか。なくなればいいなと思ってて、ね、なんかそんなことを私たちが一生懸命発信しなくても、はい、みんながお互いに支え合ったりとか、うん、福祉をもっと知っていこうっていう人がいてくれたら、うん、やらなくてもいいので、うん、いずれは本当にやらなくていいような世界が広がればいいなっていつも思ってます。なんかすごく難しいことだと思うんですけども、要するになくなるってことは、まあ、ワンダーランドみたいなね、はいはいはい、こう世の中がみんなお互いを分かり合って、うん、あのディズニーランドみたいなそんな世界になったらいいなと思います。明日明後日ですかね、日曜日、はい、19日、もう間近ですけども、たくさんの今年も仲間が集まる予定でしょうか。はい、たくさんの方たちが参加してくださる予定でいますはい、わかりました。じゃあたくさん来ればいいですねはい、よろしくお願いします。あとこの、まあ、常設したごちゃ混ぜでしたっけはい、ごちゃ混ぜカフェです。カフェ、これはもう常設ですから、いつも。そうですね、千曲市稲荷山でごちゃ混ぜカフェというカフェを、うん、これから頑張ってやっていきたいと思いますんで。どんな風にやっていったらいいかななんて思ってるんでしょうか。ここもハッピースポ広場と同じで趣旨が一緒なん で、はい、でやっぱりみんながごちゃ混ぜになって、うんうんうん、コミュニケーションを取ってお互いのことを分かり合えていけたらいいなということで、これからも頑張っていきたいと思います。営業時間は何時からでしょうか。11時から夕方の16時までです。16時まで、はい、今何時だ。あ、間違えた、18時までです18時まであ、そうですか。じゃあまだ11時から18時まで、18時まで、はい、6時まで割と早い営業時間かなと思う。そうですね、みんな大事な家族がいるんでちょっと夜は帰ろうかなとあくは基本なんですよ、はい、またパーティーとかね、いろいろお受けしてますんで、うん、はい、吉本さんが車椅子で動き回って頑張ってくれているんで、はい、なるほど。いろんな利用価値もこれから、まあ、見出していくというような夢を持っているということなんですかね。はい、はい、じゃあ差し当たって19日、大きなイベントを控えておりますけども、皆さん頑張ってください。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。すいません、めっちゃ間違えてるけど営業時間も間違えちゃった